長崎大学病院は、長崎県長崎市坂本にある大学病院。医学部と私学部の付属病院である、長崎大学医学部、私学部付属病院から解消。長崎県内にある唯一の大学病院である。2014年の患者数は、医科外来303,453名、歯科外来1 0万3 6 4名。 以下入院二十六万三千八百六十九名、死下入院七千九百五十八名である。対象期の長崎医学、専門学校付属院被爆直後の長崎医科、大学付属病院呼吸器内科、血液内科、消化器内科、麻酔科、呼吸器外科、消化器外科、神経内科、抗原病、リウマチ科、内分泌、代謝内科、皮膚科、泌尿器科、 腎臓内科、循環器内科、心臓血管外科、整形外科、形成外科、乳腺、内分泌外科、眼科、脳神経外科、自鼻咽喉科、放射線科、小児科、小児外科、酸化婦人科、精神神経科、救急科、矯正歯科、予防歯科、小児歯科、歯科放射線科、歯科麻酔科、高校外科など。 2015年3月、長崎地方裁判所は2009年4月に過労と、パワハラによって自殺した職員の、労働災害給付金を遺族に支払う、よう労働基準監督署に命じた。広報資料、プレスリリースなど一時資料。ありがとうございます。